こんにちは一ノ瀬です今日はこちらのハサミのね えー、切れ味を復活させるという動画になります今日ねご用意しておりますこのハサミなんですけれども当社の梱包エリアで使っているハサミでしてでね、えー、梱包作業の時にね使っているハサミなんですけれどもセロテープとかねガムテープとかとラベルシールを切ったりするのでちょっとね使っていくうちにねこの葉の部分に見えますかねこうちょっとあのネチネチしたものがたまっていってしまって。 でこのねハサミの開閉だけでもね結構あの突っかかるようになったりとかあとなんかハサミね切れるけれども、えー、ここのね噛み合わせがスムーズじゃないのでなんかちょっと曲がって切れてしまうとかね、えー、そういうふうになってきてどん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 ねこう使いづらくなっていくので、えー、今日はこのねねちねちのところをきれいに取って でハサミの切れ味を復活させるという動画になります。今日の動画なんですけれども、お子様のね工作用のハサミとかもこう糊がついたりとかですね、あとなんかシールを切ったりして、やっぱりねこうどん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 使っていくうちに葉の部分がこうネチねちしてきてね使いづらくなってきたりっていうこともあるかと思いますので、ぜひねご家庭でもお試しいただければと思います。今日あの使う道具なんですけれども、一、えー、つがねベーキングパウダーと。 あとね、こちらの食品用のねラップを使っていきたいと思いますこちらのチャンネルでは当社が販売しております輸入商品の紹介会社経営のお話、ネット通販のお話などをさせていただくチャンネルとなっておりますご興味のある方はチャンネル登録していただきましてご視聴いただければと思いますそれでは早速ハサミのこの刃の汚れた部分を取っていきたいと思います 最初にご用意するのがこちらのベーキングパウダーでしてこれをですねペースト状になるぐらいまでお水を加えていきます。でお水の量はね本当に少しだけでいいのであんまりこう入れすぎてしまうと,、えー、とベーキングパウダーの何ていうのかな、えー、と研磨効果がねなくなってしまうので本当にあにペースト状になるぐらいほんの少しで大丈夫です。ちょっとね混ぜてみていただいてここの部分のね このぐらいの柔らかさでいいんじゃないかと思いますそれからサランラップですねサランラップはもうあのどのぐらいでもいいので使いやすいなと思うくらいの量をカットしていただいてあとねちょっと少しこう折りたたんでから使います えー、このようにねできましたらこのベーキングパウダーをペースト状にねしたものをこのねはさみの葉の部分にね少しこうのせていきましてでこの折りたたんだラップで、えー、このね葉の部分を磨いていきます。この時ねあのもう もちろんですけれども、手などをね。怪我されないように気をつけてね。作業していただければと思います。で、このラップの代わりにですね。スポンジでもいいんですけれども、えっとスポンジだと、このベーキングパウダーのね。このペーストがスポンジの方にね。入ってしまうので、えっとラップでね。やるともうこの研磨部分がね。直接ハサミの刃の方にしか行かないので、今日はあのラップを使うんですけれども。 どちらででも大丈夫ですラップを使った方がよりこう汚れがね効率的に落ちるということになります。はいこれでね、まあ、だいぶ落ちたんですけどまたねこの先の部分がまだ落ちてないのでまだ磨いていきます。はいこの内側も でえー、このような形でですね、きれいにこの葉の部分のネチネチしたものが取れましたので同じようにね他のしざわも磨いていきます。 ということでベーキングパウダーで綺麗に磨きまして、それをねこう水洗いして、そして水気を拭き取ったハサミがこちらになります。どうですかね。結構完全に復活していると思うんですけれども、これでねあの髪を切ってみます。切れ味も復活しております。 これでね、またあの明日からの梱包作業が、えー、楽になるということなんですけれどもで今日は使ったベーキングパウダーなんですがあの私は 結構ねあの大容量のアームハンマーのベーキングパウダーを使ってるんですけれども普通にねこう100均とかでも少量タイプのねベーキングパウダー売ってると思うのでこういったねはさみの,ハサミのま研磨とかだけではなくて例えばねこうお鍋の焦げ付きを磨いたりですとかあとなんかこうマグカップのねあのコーヒーとかのね シミじゃないんですけれども茶渋みたいなものも綺麗に落ちますのでぜひお試しいただければと思います本日の動画は以上になります今日もご視聴いただきましてありがとうございました